そして私からもう一つ発表があります。それは妖怪ウォッチ3のアップデート。妖怪ウォッチ3まだまだ終わりません。アップデートによってさらに大きく進化するのです。では一体何が進化するか皆さんも気になるところでしょう。ではヒントを少しだけ。もちろんたくさんの要素が進化します。まず一つ挙げるとすれば、それはダンジョンです。入るたびに形が変わり、ディープなダンジョン。しかもマルチプレイ、みんなで遊べます。もちろんそれだけではありません。新たな友達妖怪、新たな冒険の舞台、妖怪たちの世界が宇宙のように広がっていきます。もしかしたらあの大物妖怪とだって友達になるのか。私の口から今回お話しできるのはここまで。全てはアップデートによって明らかになるでしょう。あ、そうそう、彼もいました。まったくしぶとい男だ。では皆さん、アップデートをどうぞお楽しみに。